日本関東地方東京都町田市、相原町相原町は東京都町田市の地名。町名の設定のない単独町名である。郵便番号は一九四のゼロ二一一。町田市北西部、境川の北側に位置し、東西に細長い地域である。北側は、丘陵地とそれを刻む宿が分布し、南の境川に沿って平坦地が細長く伸びる。この平坦地を、 町田街道が東西に貫通し、これに沿って集落が外村上に広がっている。東部を JR 横浜線が横断し、愛原駅が設けられている。駅前商店街はあまり発展していないが、駅周辺は旧境村の行政中心であり、町田市境市民センターや市立境中学校などがある。北側の丘陵地の多くは森林に覆われているが、 相原駅に近い東部ではところどころに宅地造成された住宅団地が分布するほか、1970年代以降、法政大学や東京家政学院大学などが都心から移転してキャンパスを設けている。また、法政大学多摩高知遺跡群など多数の遺跡などが発見され、平安時代としては国内最大級となる200基以上の水駅などが、 焼かれた釜跡が発見されている。南読地名として、作画、という小技がある。東は、小山町、小山が丘、西は、多摩丘陵の分水海である狩猟線を境界に、八王子市南浅川町、南は、都県境である境川を挟んで、神奈川県相模原市緑区川尻、広田、町屋、愛原、元橋本町、橋本、北は、 多摩給料の分水界である狩領船を境界に、八王子市間町、寺田町、大船町、七国、兵衛、宇都岩町、片倉町、槍水と接している。住宅地の地価は、2016年1月1日の工事地価によれば、相原町時中継圧857番41の地点で11万3000円、平方メートルとなっている。1594年の県地で、 境川が武蔵、相模両国の境界とされたことにより、北側が武蔵国多摩郡、南側が相模国高座郡に属することとなった。古くは相原とも表記し、平安時代後期から鎌倉時代にかけて武蔵国多摩郡を中心に拡挙した武士団、横山等のうちの相原氏の名字の地とされる。二千十八年一月一日現在の世帯数と、 人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。東日本旅客鉄道横浜線、愛原駅行政文化、教育警察消防病院郵便局、金融機関農業、共同組合商業結婚式場公園愛原、中央公園大努力地神社、神石史跡など、ありがとうございます。